こちらのセミ油圧ブレーキ、これの紹介をしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ロックバイク TV です。まずはじめにですね、皆さんの応援のおかげでですね、まずは小さな一つのステップといいますか、登録者数が1000人超えました。ありがとうございます。これからも皆さんのお役に立てるような動画配信していきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。では今回はですね、6コンポーネンツより販売しております、こちらのセミ油圧ブレーキですね。これの紹介をしていきたいと思います。こちらのですね、セミ油圧タイプ、6コンポーネンツのハイブリッドブレーキなんですけれども、セミ油圧というのはですね、メカニカルワイヤー、いわゆる金属のワイヤーですね、がここまで入ってきまして、で、通常のワイヤーのように操作していただけるんですけれども、この本体の中が油圧構造になっておりまして、で、ここにシリンダーがあるんですけれども、こうすることによって、ここがこうですね、つまむと左右対向ピストンになっておりまして、左右からこうピストンが出てきてディスクを掴むというような構造になっております。こちらのブレーキの取り付けなんですけれども、デフォルトではポストマウントの車体に取り付けれるようになっております。ただですね、一応こういったね、インターナショナルスタンダード IS マウント用のアダプターも付属しますので、 IS マウントのフレームに取り付けることも可能です。で、こういったですね、スペーサー、これ何かって言いますと、デフォルトで 160mm の位置につくんですけれども、これを間に入れていただけますと 180mm ローターにも対応いたします。そういった各種アダプター、あとはボルト類なんかも付属いたします。で、どういった方にこれが向いているかというとですね、例えばそうですね、ディスクブレーキが標準でついているクロスバイクをお持ちの方で、ドロップ化したいなぁなんて方、そういった方にはですね、こちらのブレーキを使っていただけますと、デュアルコントロールレバーですね、これが油圧の分はどうしても非常に高価になってくるので、例えばそうですね、9段変速のクロスバイク、後ろが9段変速、前は2枚でも3枚でもいいんですけれども、お乗りに乗られている方とかだったら、シマノで言うとソラーの SCI だけを、もちろんあのドロップはいるんですけれども、ご購入いただければ、あとはこれがあればリアのディレイラーとかフロントのディレイラーをそのまま使っていただいたりして、ドロップ化ができたりっていうことも可能です。もしくはですね、ちょっと古いフレームにお乗りの方だったりすると、フラットマウントではなくポストマウントがついているクロスバイクでもそうですし、過渡期のロードバイクなんかでもポストマウントがついているようなものになってくると、なかなかね、現行のフラットマウントのキャリパーがつかないので、そういった方にもおすすめとなる。あとそうですね、現行のカーボンロードなんかっていうのはもうほぼほぼフラットマウントになってるんですけれども、黒森の、まあうちの車両なんかもそうなんですけど、黒森のフレームなんかは今でもですね、ポストマウント、もしくはインターナショナルスタンダードのマウントが、まだまだ数多くあります。そういったものにもちろん、油圧のブレーキを装着していただいても構わないんですけれども、どうしてもですね、フルで油圧のコンポにコンバージョンしようと思うと、 STI からブレーキ、キャリパー、すべてを油圧にする必要が出てくるので、どうしても高額になってきます。なのでこちらを使っていただくことによって、コストを抑えてドロップ化、もしくはそうですね、フラットバーでも結構なんですけれども、ブレーキレバーそのまんまでキャリパーのところだけ油圧化なんてことも可能です。うちの方でもですね、ブルホーン化するときなんかはブルホーンの油圧のシステムっていうのはそもそも存在しませんので、そういった場合にも非常に便利に使っていただけます。で、こちらのブレーキのパッドなんですけれども、こちらがまあ表側で、裏側のここに、固定のボルトがついておりまして、これ外していただきますと、こちらのキャリパートップフィードって言って、ブレーキパッド上から抜くことができます。ですので中にはね、下からしか抜けないものとかあったりするんですけど、そうするとホイールつけたまんまとかだとブレーキパッド外せないんですが、これだったらね、ホイールつけたまんまでもこうやって上から
外していただくことができます。それで、パッド交換できますので、そうですね、キャリパーの位置を変えずにパッド交換なんかもしていただきます。パッドの形状はこの形になるんですけれども、見えますかね。こういった形ですね。シマノの製品と互換性があります。ちょっと前のマウンテンバイク、デオーレとか XT なんかもこれ使ってたと思うんですけれども、また詳しくはですね、下にちょっと記載しておきますので、そちらをご覧ください。パッドが使用することができます。こちらに先ほどのハイブリッドブレーキを組み付けた車両がありますので、車両についた状態を見ていきたいと思います。こちらのハイブリッドブレーキの車体に取り付けた状態でブレーキレバーの引き代の調整をする場合なんですけども、このノブを回して調整を行います。このノブを時計回りに回していくとですね、こちらのこのレバーがこう、下の方に開く方向に動いていくんですけども、これによってブレーキレバーの引き代が小さくなっていきます。反対に反時計回りに回していくと、レバーが上の方にこう行きますので、ブレーキレバーの引き代は大きくなります。これで適切な位置に調整して、セットアップを完了してください。中がですね、油圧構造になっておりますので、パッドが減ってくると、自動でピストンは出てくるので、なおかつセンタリングもしますので、一度ここを調整したら、次パッドを交換するまで、もう触る必要はありません。はい、いかがだったでしょうか。今回は6コンポーネンツのこちらのハイブリッドブレーキの紹介をさせていただきました。お気に入りいただけましたら、コメント等で応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。